私たちのこともっとたくさんの人に知ってもらいたいんだ足を引っ張ったりしないと思う君のパーティーに入れてほしいんだ前に腕試しで槍の大会に出たこともあるんだ一応優勝したんだぞ前に腕試し 槍の特訓だって踊りにいかせるかもね今日は部屋でゴロゴロしよう金次郎を抱いてベッドで休むのが至福のひとときだ笑顔で可愛いいポーズうん。 難しい私の可愛いいポーズを見て喜んでくれる人なんているのかな戦う姿なんかを見せてファンが減ってしまわないだろうか戦う姿なんか剣の舞ならぬ槍の舞 その目にしかと焼き付けろ遊びだとしても、負けるのは好きじゃない。全力で行かせてもらうチャンスボール、もらった取れるものなら取ってみろ こっちの世界で日本文化を体験することになるなんてなんだか不思議な気分だよ見慣れた景色のはずなのにすごく綺麗だ視点を変えるって大切だな誰かにチョコをあげたことはあるかって <laughs> それは秘密だ 誰かにチョコを誰かにチョコをあ誰かにチョコをあ誰かにチョコを,チョコ,をチョコ作りなんて久しぶりだな女の子同士で交換したのもいい思い出だ本日は。 アクセル歌合戦にお越しいただきありがとうございます踊り子としても司会としてもみんなに楽しんでもらえるように精一杯頑張るよすっかり濡れちゃったなでもなんだかすっきりしたよ雨が呼んだ <laughs> 見て空がすごくきれいだコウマ族もお正月を気に入ってくれたみたいで <laughs> 嬉しいな魔導鍵盤は琴の音も出せるからね正月らしい雰囲気になるだろう 郎を忘れることなんて絶対にないさコンジロを忘れるこコンジロを忘れるこコンジロを忘れるこコンジロ今日は何をして遊ぼうかアクセルハーツは冒険者としても役立てると思うんだ。 アクセルハーツは踊りも冒険も今は全力で頑張りたい今日はありがとうみんなの心に届くよう精一杯歌うよ今日はありがとうみんなのこれから先もずっと。 3人でショーを続けていけたら昔冬の日に待ち合わせしたことを思い出すよあの日もこんな格好だったな昔冬の日にせっかくの冬服だし。 今日は行ったことのないお店に入ってみようかな戦うメイド参上なんちゃって…さあ、早く掃除を終わらせないと戦うメイド参上戦うメイド参上戦うメイド参…メイドの仕事は大変だな… 踊りの練習より疲れる気がするよほおあたこ、こんな感じだろうかえ、<laughs> 剣法って難しいなほおあたたまには剣法みたいに かっこいい動きを取り入れた踊りもいいかもしれないね2人と一緒にこれからも最高のショーを続けていくよ2二人と一緒にせっかくだし金次郎にもおそいの衣装を着せてあげたいな。 いつか体育祭みたいな学校行事もアクセルのみんなとやってみたいないつか体育いつか体育制服ってこんなに可愛かったっけ <laughs> なんだか照れくさい気分だよ休みの日はよくスポーティーな格好をしていたよこの世界だと浮いちゃうかな 休みの日はよくスポーティーな格好をし懐かしいななんだか日本にいた時のことを思い出すねちょっと散らかっちゃったけど日頃の感謝のチョコ <laughs> 受け取ってくれシエロやエイリカにも友チョコを渡さないとな。 このみずみずしい味わい気分はまさに南国だないい雰囲気だないい雰囲気だなここで一曲歌いたい気分だよ準備はいいかな金次郎合言葉は「トリック・オア・トリート」だからね準備はいいかな 準備はいいかな<ん>準備はいいかな準備はいいかなハッピーハロウィーン今夜はこんじろうもやる気たっぷりなんだ